どうも、アイチです。今回はですね、皆様にお知らせがありまして動画を撮らせていただいております。で、勉強動画をですね、普段使ってくださってる方はぜひ最後まで見てください。覚えておいてほしいことがたくさんあります。そしてできれば皆さんの意見がすごく貴重な意見となりますので、その点でもご協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、何かっていうと、皆さん再生リストっていうのが YouTube にあるのご存知でしょうか？自分のチャンネルじゃなくても他の方のチャンネルでもね、使ってる方、まあ見たことあるよって方いらっしゃると思うんですが、実は今回勉強に特化した再生リストができました。これが学びの再生リストです。実際これが何なのかっていうと、今までの再生リストと、まあ見た目はそこまで大きくは変わらないんですが、大きなメリット、特に勉強する上ではすごく大きなメリットがあります。一つ目のメリット、これが自分の中では最大のメリットだと思ってるんですが、動画を見てる時って横に関連動画が出てきますよね。で、例えば勉強していても横に、特にみんなのアルゴリズムで計算をされているので、あなたが好きそうな動画っていうのをまあ表示されるわけですよ。だからみんなが見た時に、あ、見たことないほにゃららさんの動画のサムネイルがあるって思うと、まあ、ポチッとしたくなりますし、やっぱりね、意識もそっちに持っていかれちゃうじゃないですか。で、実はこの学びの再生リストはこの関連動画が表示されないんです。正しく言うと、表示するっていうボタンを一回ポチって押すと表示してしまうんですが、最初の段階では表示がされてないんですね。これはもうずっと自分が願ってたことだったので、ついに叶ったかと、もうテンション上がりまくりなわけですよ。メリット2つ目が、その再生リストのどこまでを見たかっていう表示がされます。つまり、例えば10本、まあ、数学の動画で10本1個のシリーズになっている時に、一気に10本ってなかなか見れませんよね。で、3本目の途中とかで、例えばなんかみんなお母さんに呼ばれちゃったとか、まあ、途中で切る場合もあるじゃないですか。その時にもう一回その再生リストに帰ってきた時に、ここまで見ましたよっていう途中が表示されます。つまりさっきやってた途中からそのすんなり勉強を再開することができるんですね。で、3つ目がセクションです。これは例えば10本の再生リストがあるときに、今までは因数分解これですみたいな感じで10本全部ひとまとめだったんですが、その中でもここは3つが展開の問題、この4つが因数分解、ここが文章題みたいな感じで、1つの再生リストの中でもセクションを分ける、まあ塊をね、分けることができるようになりました。で、最初にですね、皆さんにお願いしたいことがあるという話をしたんですが、実はこの学びの再生リスト、今日本で使ってるのはこのチャンネルのみです。YouTube に承認をもらって、まあ、なんだろう、試しというかね、試運転という感じでこのチャンネルで初めて使わせてもらうことになりました。で、このチャンネルの中でも中学校3年生の数学のみです。この動画を公開している時に、その中学校3年生って8個今まで再生リストがあるんですけど、その1つ目を学びの再生リストに今書いてあります。ぜひそちら概要欄にもリンク貼っておくので、そこからチェックしてほしいんですが、まだですね、かなりバグがあります。これはアメリカで実装されて日本に最近入ってきたものなんですけど、バグがあると。だから実際にみんなが利用してもらって、こういう風な感想を持ちました、こういうとこあったらもっといいなって思いましたっていう感想をですね、ぜひこの動画の、コメント欄に書いていただけると、これは自分も目を通しますし、 Google の社員さんも、見てもらえます。実際に勉強動画を使ってるみんなの意見が一番だと思います。まあ、もちろんね、なんかそんなこと言わないでよっていうコメントはちょっとね、ぐさってきちゃうものもあるかもしれないんですけど、でもやっぱりリアルな声っていうのは非常に大事なので、ぜひみんなが思った感想を素直に書いてもらえれば嬉しいです。まだ自分のチャンネルも中学校3年生の数学のみしか使うことはできませんけれど、まあ、みんなの意見をもらったりとか、そのサービス自体を安定させてね、バグとか減っていったら、自分の他の動画ももちろん使わせてもらえるようになりますし、他の例えば呼び鈴のたくみくんみたいに授業動画を配信している方がどんどん使えるようになっていったら、やっぱり YouTube における授業動画っていうものの見方っていうのも変わってくると思うんですね。世界的に見てもこの YouTube の教育っていうのは日本はすごく遅れているというか、まあ遅れてるんです、はい、非常にね。で、やっぱり学校現場とかでも使ってもらいやすくなると思うんですよ、その関連動画が出ないとかに関しても。なので、そういったものでも定着させていくにはまずここがスタートなので、まあ、自分もね、こう認知してもらえるようにどん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 発信していきますし、皆さんもこうね、広げてほしい、拡散してほしいところではあるんですけど、拡散してほしいし、あとみんなの意見っていうのも非常に大事になりますので、一緒にと言ったらちょっと厚かましくなるんですが、これから勉強動画、この YouTube における教育っていう分野が盛り上がっていけるように、ぜひ協力の方よろしくお願いします。